2番目は、これ円周 6.2 ですけど、それで、3番と4番にしましょう。あ、3、4、5か。で、まず A イコール1の12の3、1ですか。それで、まあ、これに対応して、ラムダによるんですが、B イコールラムダ i にマイナス A を考えます。それで、ちょっとラムダ属、アルファがいいかな。K にしますね。これが、A の固有値というのは、ある V ノットゼロに対して、AV イコール、アルファですから、アルファ V が成立するわけね。で、AV イコールアルファ V というのは、ちょっとここで計算すると、アルファ I に V ですね。で、AV 引く、あ、逆の方がいいかな。ちょっと左を右に持って、マイナス A 倍の V をこっちに加えたりすると、ちょっと左右逆にして、こうですね。で、これは V でくれますから、こうですね。だから、必要条件は、RV ノットゼロに対して、これですね。それで、B が、2×2 の時に、RV ノットゼロに対して、BV が0ってのは、これと、ちょっと変ですけど、行列式が0って同じです。で、そしたら、だからこれは、アルファ i にマイナス a が0の行列式が0だってことですね。ですから、何考えるかというと、ここでファイ a ラム、だっていうのは、このアルファをラムダに変えたもので、こんなの考えます。それで、ちょっとゆっくりいくと、ラムダ00ラムダ引く、1、12、3、1で、ラムダマイナス1マイナス3。こうなります。それで、そうすると、真面目って変な、ラムダマイナス、マイナス36ですね。3と、マイナス3とマイナス12で36ですから。そうすると、ラムダマイナス7とラムダプラス5で合ってますか。ラムダマイナス1引く6と足す6で、こうですね。で、この、今のことを、このアルファに当たるんですけど、この時ラムダイコールマイナス5、7を A の固有値って言います。というわけです。それで、じゃあこれはもういいですね。で、次、形式消しちゃいましたけど、今度はだから、本当に、消しちゃうのまずかったかな。
固有ベクトル AV イコールアルファ V で V ノット0ですか。アルファが固有値の時にでこれを満たすあの V のことを、固有値アルファの固有ベクトルって言います。それで固有ベクトルなんですけど、それでこれを固有ベクトルを求めましょう。だからラムダイコールマイナス5からいきましょうか。そうすると A 倍の、まあ、XY でいいですね。マイナス5倍の XY。あの、0ベクトルじゃないってことを、この条件を外すと、これはこれに当たります。それで、で、これじゃちょっと見にくいんで、もう一回書くと、この条件は、アルファ i にマイナス AV が0ですね。で、この 2×2 行列は、ここにありますね。だから、マイナス5を入れると、なんだろう、マイナス5を入れると、マイナス6、12、それからマイナス3、ちょっと待って。あ、ここちょっと、マイナス12ですね。それで、マイナス6、XY が0です。で、そうするとこれは、この1行はマイナス 6X マイナス 12Y で、これイコール0ですね。マイナス 3X マイナス 6Y イコール0だから、X プラス 2Y が0ですね。これで必要十分条件です。だから、この前だんだ、どちらかしてもいいんですけど、分数はあんまり好きじゃないんで、普通みんなそうですよね。マイナス 2y、y がいいですか。この x をマイナス 2y に変えて、これが固有ベクトルです。であることが分かります。まあ、この y が100でも2000でも、0.1 でも 0.01 でも構いません。まあ、普通は1とかマイナス1で考えるんでしょうけど。あ、まあ、これこれ大きさ1にするときに、ルート5分の1とかマイナスルート5分の1を取ることもあります。まあ、普通は1かマイナス1か、その大きさのための、このベクトルの大きさ分の1ぐらいですね。それで、次は ラムダ、マイナス5があるんで、ラムダイコール7と言うんですか。で、そう、AXY イコール7倍の XY とあると、これが、ここにありますけど、ラムダにマイナス A ですから、あ、その前にだから、ここに7を入れて、6マイナス12マイナス36ですか。これになりますね。で、6マイナス12は 6x マイナス 12y だから、x マイナス 2y イコール0ですね。マイナス 3x プラス 6y は、まあ、マイナス3で割ると x マイナス 2y ですね。ですから、これは、x マイ、あれなんか間違えてないかな。じゃあ、始めましょう。それで、というわけで、xy イコール、まあ、x を消しましょうか。2yy で、ちょっとはまっちゃいましたけど。で、これがこういうベクトルですね。それで、一般論があって、A が M2K、正方行列で、アルファベータが K にしましょうか。で、V1、V2 が、K2 で、V1 も V2 も0ベクトルじゃなくて、ちょっとややこしいですけど、まあ、要するにこれ、こういうベクトルだと思います。で、あ、それからアルファとベータは違うとしましょうか。で、そうすると AV1 がアルファ V1、
AV2 が、ベータ V2 ですと、必ず、V1、V2 という、これは、二正方形になりますね。二次元列ベクトルに2本並べてますから、二正方形列ですけど、これは正則になります。こういう一般論があります。ですから、この一般論を使うと、その、まあ、2,1 と、マイナス 2,1 にしましょうか。ですから、まあ、とりあえず、V1 を、あ、P1 がいいかな。P1 が、マイナス 2,1 ですか。P2 を、2,1 にしましょうか。そうすると、これは、P1 は、この V1 に当たって、ゼロベクトルなくて、A 倍の V1 が、マイナス 5V1 ですね。それから、V2 が P2 に当たって、A、ゼロベクトルなくて、A 倍の P2 は7倍の P2 ですね。ですから、それで、これ並べると、もちろんこれは具体的に行列式もう知ってます、知ってるはずですから、行列式いくつですか？マイナス4ですね。マイナス2、1、引く1かける2だから、マイナス4で消えてませんから、まあ、こんな一般論必要なのかと思うかもしれませんけど、まあ、必ずそうなっちゃう。これたまたま、行列式0じゃないかもしれないわけですけど、まあ、そういうことは起こらなくて、ちゃんと一般的に、これは正則になっちゃいます。置くと、P は、一般論から正則です。正則で、それで、ちょっと場所がないからこっちを使うと、AP はどうなるかというと、AP、これは行列の積ですね。で、これはマイナス5倍の P1 と、AP には7倍の P2 でしたね。で、ちょっとここは面倒くさいんですけど、P1、P2 に、マイナス5、0をかけたら、これをかけたら、マイナス5、0をかけたら、これで、次は0、7をかけたら、0、7をかけたら7倍の P です。というわけで、これは P の、こうなりますね。で、ちょっと場所がなくて困っちゃいましたけど、したがって、で、P 正則ですから、で、AP イコール P のマイナス5007ですから、左から P インバースをかけると、P インバース AP は、で、P インバース P は I になりますから、それはかけ、あ、数えてるな。こうなりますね。これは対角化です。